SGU 札幌学院大学キャンパスは札幌市郊外の江別市文教台にある。 JR 札幌駅から最寄りの大麻駅までは快速でわずか10分とアクセスも快適だ。学生たちは北海道ならではの美しい四季と緑あふれるキャンパスで未来へつながる4年間学び、楽しみ、そして成長していく。私の大好きな場所です。楽しいところです。 SGU は語学部9学科という幅広い学びの領域を持つ文系総合大学。さらにより専門的な分野を探求していく大学院も開設している。大学生活を通して広く知り深く極めていく学びの体験はきっと夢を実現させる大きな力になるだろう。2009年4月からは SGU 伝統の商学部が発展的改装、経営学部が新設され、新しく会計ファイナンス学科、経営学科が誕生する。ここ近年会計の領域も大きくこう変化してきてるんですよね。経済の金融化っていう現象なんですよね。金融の領域の知識を持たないとこれからは会計の知識だけではやってはいけないだろうと。そういう企業がどういう活動をしていて、その活動が世界や社会というものにどう影響を及ぼして、この社会がどういうふうになっていくのか、やっぱり大学4年間勉強していればですね、課題をどういうふうに解決していくのかということを役に立つのではないかなというふうには思いますけど。2番目に地域専用っていうのは難しいっていう程度しか載せられない。この2つの学科が目指すのはビジネス、会計、金融だ。人間科学が人間にとっての最も本質的な謎、人間とは何か。この学科では社会、福祉、心理、教育、文化、思想という多彩な領域から自分の思考に合わせて人間をトータルに探求していく。学芸員の資格を今取ってるんですけど、実際に博物館で学芸員に行って働ければいいなと思っています。前田時から祖母と一緒に暮らしてたんで、福祉って考えるのも自然。人間という謎を追求していく人間科学科、学生たちからは人が好きというキーワードが見えてくる。人について考えたいとか、人と共に歩むような人生をやっぱり歩きたいと思ってる人は、やってきて勉強する価値はあるだろう。自分が興味を持ったこと、学びたいと思えばいくらでも学べる。人間が人間を考えてきた歴史を学びながら、今人間に何が求められているかということも学ぶことができる。人間科学の面白さっていうのは多分そういうことなんだろう。臨床心理学科、一人一人の違いを理解し相手との関わりを学ぶ臨床心理学。カウンセリング実習、施設実習などでの学びを通して人と関わるための態度や倫理観を身につけていく。精神保健福祉士、そして臨床心理士など社会での期待は大きい。ここの学校が臨床心理士の第一種指定校だったので、子供が好きなので、例えばスクールカウンセリングだったり、普通の教師になって、子供の悩み相談を受けたり。自分らしく、そして客観的に心を理解する素養を高める臨床心理学科。キーワードはオンリーワンの理解だ。臨床の世界ってね、基本的に人と人と話をするわけですよね。
ですから当然こう人間に対するこう関心がないとなかなかできない、面白いということもあるし逆に非常に難しいということもある、本当に勉強をやるためにはそれなりの覚悟が必要なのかなという感じしますよね。学習生まれ SGU 時間5回6回7回8回ここが SGU の学食レストランだ。綺麗な設備と景色の中での食事は友達との会話も弾むだろう。学生たちの学内外の生活をバックアップする大学生協。キャンパスライフに必要なアイテムが豊富に揃うこの場所は大学施設として全国で高い評価を得ている。体育授業やクラブ活動を行う第二キャンパスは様々な施設が充実。スケールアップした総合体育館と室内練習場を完備し、全国大会を目指す学生たちの活動拠点となっている。新しい施設なので気持ちいいです。とても綺麗で使いやすいですね。英語英米文学科。グローバル化が進む社会で世界共通語の英語を自在に操る、いろんな英語全体を学べる感じですごい充実してるな。ネイティブの先生とかとコミュニケーションを取る授業がすごく多くて、この学科ではコール教室を利用したマルチメディア授業、ネイティブスピーカーによる少人数制の講義、世界3カ国への留学制度など実践的なカリキュラムで使える英語をマスターしていく。将来キャビンアテンダントなどの航空関係の職業に就きたくて英語の先生になろうと思ってます。英語を通して英米文化を研究し日本人のアイデンティティを確立していく英語英米文学科。キーワードはグローバルコミュニケーションだ。子ども発達学科。子どもの心理発達、教育など子どもの専門家を目指す。子どもが好きっていうのが一番だったんですけど、小学校の時の高学年の時の担任の先生がすごいいい先生で、授業では子どもがいかにして発達するかを学ぶ。初等教育から子育て支援まで専門的に学習する道内唯一の学科だ。心理学を中心にしながら子どもの発達を赤ちゃんから老年期まで学んでいくと、1年生の時にはものづくりと子ども発達ということで、そば作りですとか、壁新聞を作る。やっぱり勉強だけを教えるだけじゃなくて、なんか自分から教えるだけじゃなくて子供からもいろいろ教わって、なんか共に学んでいけるような教師になりたいですね。人間研究を積み重ねてきた SGU が目指す新しい子供学の姿だ。体験型教育を重視する SGU では学生の海外留学研修が盛んだ。アメリカ、イギリス、オーストラリア、韓国など海外の異文化に飛び込み、コミュニケーションを深める貴重な体験は自分を大きく成長させるきっかけになるだろう。アメリカのカリフォルニア州に文化の違いが分かってすごい楽しかったし、自分のためになった留学だったなと思って。 SGU には正規の授業とは別に資格取得のための特別プログラム、エクステンション講座がある。進路、就職支援を目的としたこの講座は年間約40講座に及ぶ。試験傾向を踏まえた実践的なカリキュラムを組み、専門講師の指導のもと万全の状態で資格試験にチャレンジできるのだ。
道内最大級の蔵書を誇る図書館をはじめ、インターネットでいつでも大学からの情報が得られる情報ポータルのほか、コール教室、コンピューター教室、考古学資料展示室、心理臨床センターなど施設や環境も充実している。法律学科、冷静で客観的な分析力と正しい判断力を持つ人間に。僕はもともと警察官っていうものになりたいっていうふうに思っていたんで。書かされる方が多いので、高校のテストみたいな勉強の仕方とはもう違うと、最後は自分の意欲次第だと思います。この学科では法を学び、社会現象、社会問題に対する分析力と法律を背景にした正しい判断力を養っていく。就職を意識した行政、法職、企業、国際の4コースを導入。みんな、なんかやる気が感じられるっていうか、やっぱりなんかその自分の好きなことを勉強しに来てる。法を学び、知識や論理的思考能力を養う法律学科、ロジカルシンキングがキーワードだ。経済学科、デフレ経済やグローバリズムの真相に迫る。この学科では4年間の一貫したゼミナール教育で経済の本質を学び、実践する能力を育成していく。経済とかの様々な数値っていうのがあって、経済にどういうふうに影響するのか、大学の先生の進め方が高校とはやっぱ違うんだな、自主性が問われるのかな。経済学は社会科学です、社会をどう見るかっていう、その視点を学ぶんだと思うんです。基本的には切り口はどこかというと取引だと思うんですよね。そこが見えないと経済学ってわからないと思うんですよね。フィールドワークを重視した実践的なカリキュラムや高い就職率も特徴だ。市場経済の仕組みを知り、現代社会の動きをつかむ経済学科、キーワードは生きた経済だ。限られた資源を誰にどれだけ与えるかっていうのは非常に大事になってくるんですよね。その問題を考えるのはやはり経済学の本質だと思うんです。社会情報学科、社会の中で情報を使いこなすプロフェッショナルを目指す。最先端の情報技術はもちろん、現代社会を読み解く手法を身につける。やっぱりパソコンに興味がある、パソコンが好きっていうのが何より大事ですね。将来はプログラマーだったりシステムエンジニアだったりという専門職に就きたいと思ってます。一番やりたいって思ってることは、テレビ番組のこう編集作業に携われるようなことをやってみたいなと。システム、メディア、コミュニケーション、ネットワークなど多彩な科目の中から自分なりの社会情報学を組み立てる。社会と情報に関する広い知識と技術を学ぶ社会情報学科、情報社会の担い手がこの学科のキーワードだ。学びたいという姿勢を、何かを得たい、知りたいという、それができるのは今だと思うんですよ。思い切って一歩前進するのが大学の良さだと思います。自由ですから。高い就職実績を誇る SGU では、学生の就職をサポートする万全の体制を整えている。就職情報センターでは、企業、求人などの豊富な情報提供と学生の親身なアドバイスを実施、学生一人一人の将来をバックアップしているのだ。販売部に所属しておりまして、担当店は、ドラッグストアの方を担当しています。常にチラシの商談ですとか、お得意先がオープンしたりするときには当然陳列、あるいは販売の応援などをしております。やっぱり最初のうちっていうのは誰も自信がないわけで、もうどん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 チャレンジしていってほしいなと、そういう気持ちをもう常に前向きに出してほしいなというふうに思います。実際に店長に行きますと、お客様は私たち店長員が英語を必ず話せるものだと思ってらっしゃいますし、あとは道に迷ったり、例えばお財布を盗まれたりですとか、そういったトラブルに回れた際にも英語で説明できるというのがすごく重要になってくるかと思います。SGU には約70の体育系クラブと約30の文化系クラブがある。
学生たちはそれぞれの目標や夢に向かって汗を流し趣味を追求していく。ここでの仲間や経験した達成感は人生の大きな財産になるだろう。皆さんが持っている様々な可能性を引き出しましょう。そして育てましょう。札幌学院大学は一人一人を大切にします。自分の力を伸ばしたいという方はぜひオープンキャンパスに参加してください。そして熱意あふれる教員や職員に接してみてください。きっと納得します。SGU の主役は学生一人一人。4年間の大学生活の中で自分を自由に描き大きく成長させ、君だけの未来を掴んでもらいたい。